もうすぐインタビュー担当の生徒が来る時間だな。それにしても魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくる。一体どんな幸運がもたらされるのか。失礼します。プレゼンターに選ばれたリドル・ローズハートです。マレウス先輩、本日はよろしくお願いします。ほう、お前が僕の担当なのか。帝国に始められるとは幸先がいい。このインタビューは学園に代々続く伝統行事、1秒たりとて無駄にすることは許されませんから。物事に対して厳格なその姿勢、さすがはハーツラビル寮の寮長だな。僕も一層気を引き締めて今日のインタビューに臨むとしよう。はい、有意義な時間にしましょう。早速ですが、こちらが僕の用意したプレゼントです。開けてみてください。ああ、これはガラス製の器か。料理を乗せるにはいささか小さめに見える。この器の用途は何だ。これはアイスクリームカップです。スプーンもアイス専用のものをつけました。同じ馬術部のシルバーとセベカに、マレウス先輩は評価がお好きだと聞いたので、ハーツラビル寮でよくお茶会の食器を発注する業者に頼んで取り寄せたんです。食事は料理の味だけでなく器との調和を演出することでより味わい深くなる。テーブルセッティングの教本の記述を参考に選びました。先輩のお気に召すと良いのですが。まるで茨の魔女が魔法で作り出したと言われる緑の炎のように綺麗な色だ。ガラスに刻まれた花の模様も繊細で美しい。品のあるデザインで気に入ったぞ。ローズハート、お前はなかなか趣味がいい。そうおっしゃっていただけて安心しました。舌だけでなく目でも食事を楽しむか。この器に評価を乗せたら味わいに変化があるのか、近いうちに試してみよう。茨の谷では一人で食事をすることが多く、味気なさを感じがちだった。そうでしたか。シルバーやセベク、それからリリア先輩と食堂にいるところを何度かお見かけしたので正直意外です。ああ、リリアと共に入学してからは食事の時間がだいぶ賑やかになった。だからこそ一人の食事はこれまで以上に退屈を感じてしまいそうだが、器が華やかであれば多少は気分が晴れそうだ。僕も今度自分でいい食器を探してみるとしよう。食器に興味を持たれたのでしたら後ほどカタログもお持ちしましょう。ほう、気が利くな、ローズハート。贈り物の件も含め礼を言うぞ。ではインタビューに移らせていただきます。最初の質問は、無人島に一人連れて行くなら誰を選びますか。ただし同じ寮の生徒は除くとのことです。ふん、ならばお前を指名しよう。僕ですか。アウトドアの経験は部活の合宿ぐらいしかないのでお役に立てるかどうか。ほう、この僕の指名を断ると寮長仲間にすげなくされるのは寂しいものだな。その顔、僕をからかって楽しんでいませんか。本当は誰でもいいんでしょ。ふっ、その通りだ。僕なら一人でも対処できる。陸地を見つけるまで飛べばいいし、
その間に僕の魔力が切れる恐れもないからな。では仮に無人島で魔法が使えなかったらどうです？人選が変わってくるのでは？それは厄介な状況だが、やはり共に行く相手は誰でも構わない。魔法がなくても一人で何とかできる自信があるんですね。もしかしてサバイバル生活をした経験が？いや、ない。なのにさっきの返事を？ああ、だが経験がないだけでどう生活すればいいかの知識はある。昔リリアに万が一のために知っておけと無人島で生き抜く方法が書かれた本を覚えさせられた。それに魔法が使えなくても僕の体は人間より強い。例えばサバイバルでは雨風をしのぐために洞窟などを見つけ住居の確保をする必要があるが、万が一洞窟がなくても大きな岩さえあれば僕は素手で砕いて掘り進め容易に拠点を確保できる。岩を素手で砕く？そんなことが可能なんですか？ああ。まさかマレウス先輩がそれほど剛腕でいらっしゃるとは。ですが食事の用意は？力だけでは解決できないでしょう。問題ない。どんなに俊敏な魚や動物であろうと僕以上に早く動くことはできないだろうからな。捕まえるのは僕にとってたやすいことだ。そういえば以前ケイトがマレウス先輩の写真を撮ろうとしたら動きが早すぎて撮れなかったと言っていたな。マレウス先輩は優れた魔法師であると同時に強靭な肉体の持ち主でもあるということですね。僕なら無人島でも問題なく生き抜けそうだろう。もし共に漂流する機会が訪れた時は存分に頼るがいい、ローズハート。では次の質問です。もしディアソムニア寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？天寮か。僕には意味のないことに思えるが。どういうことでしょう？どこへ行っても僕は寮長になり自分の望む環境を整えるからだ。もちろんお前のいるハーツラビル寮を選んでもそれは変わらないぞ。つまり我が寮を選んだ場合は僕と決闘して寮長の座を奪い取るつもりなんですね。ああ、望むところです。僕のユニーク魔法であなたの首をはねれば魔法師としての名も高まるでしょう。僕に勝つつもりでいるとは不遜だな。だがそう来なくては面白くない。失礼、話がそれましたね。確かにどこでもいいという返答ではインタビューの趣旨にそぐわないな。7つの寮にはそれぞれ異なる特徴があります。学びを得るという観点ならいかがでしょうか？学びを得るか。僕がこの学園で今さら新しく学ぶことなど、いや、一つあったな。知識を増やすという観点ならイグニハイド寮を選ぼう。死者の国の王の勤勉な精神に基づく寮ですね。ああ、僕の生まれ育った茨の谷では大抵の物事を魔法でこなすんだ。しかしイグニハイドの寮生たちは魔法を使えるにもかかわらず機械を好んで使っている。魔導工学に精通した者の多い寮に行くことはきっと新たな知見を得るいい機会になるだろう。なるほど、これまでと大きく異なる環境に身を置けば
様々な発見がありそうです。あの量なら普通に生活しているだけでも電気で動く道具の使い方が自然と身につきそうだな。ゆくゆくはスマートフォンを使い必要な品を手元に転移させる方法を学びたいと思う。転移技術が搭載されたスマートフォンですか。新しい魔導技術かな。僕も初耳です。そうなのか。スマートフォンを正しい手順で操作すると欲しい品を瞬時に取り寄せられる。以前リリアからそんな話を聞いた覚えがあるのだが。もしかしてインターネット通販のことでは。それは魔導工学で教わることではないような。機械を扱うのは苦手だが、これから先の時代は逃げてばかりもいられないだろうからな。以上でインタビューは終わりです。最後にプレゼンターであるローズハートから幸運のギフトを受け取るのだろう。僕の準備はできている。いつでも来るといい。驚きました。てっきりマレウス先輩はこの催しを嫌がるかと。このような風習は茨の谷にはなかった。学園にいる今しかできない体験は貴重だからな。案外楽しみにしていたんですね。では体験後に雷を落とすのはご勘弁を。祝いの席で雷を落としたりなどしないさ。お前の働きに期待しているぞ。ではプレゼンターの最後の務め、ルール通り果たさせていただきます。マレウス先輩、お誕生日おめでとうございます。